もうやめろ。リンチ、ぶっ殺してやる。もしもし。やあハニー、もう家か。オーケー。いや俺はまだケインを待ってる。ああ奴と会うのが楽しみだよ。本当に久しぶりだ。ああまた後で電話する。3人で飯を食おう。ああお前もだハニー。それじゃあ、ああシュー。ケイン、上海へようこそ。長いフライトだったろ。その元気そうだ。本当に久しぶりだな。持ってやるよ。いいよ、大丈夫。誰かが出迎えてくれるんじゃなかった。ああグレイザーさんだ。明日会いに。いろいろ約束があるから。そうだな、こっちだ。取引中の仕事で俺のアドバイスが必要だし。娘さんは元気か。なことなっても元気だったろ。あれ、いやすまない。取引は木曜だ。明日はグレイザーさんが迎えに来てくれる。分かった。俺はどこに。ああ用事を済ませたらホテルまで連れて行くよ。ある野郎にちょいと伝言があるんだ。伝言？ああ、口が軽すぎだってな。そのギャングの真似事が終わったらホテルへ連れてけよ。ああ、もちろん。よし、ここだ。いいか、奴は小物だ。話をしてこちらの意思を伝え帰るだけでいい。だが気をつけろ、マフィアの島だからな。クソダメだな。そいつはどこに住んでる。この上さ。よしいいか、ドアを蹴破ってやつをビビらせてやるんだ。戻れ。どうなってるんだ。ふざけやがって。おい、銃は捨てろ。聞こえてるか。なんてくそったれい。おい持ってけよ。マジか。念のためさ、やつを捕まえるんだ。行くぞ。だが殺すのはなし。くそ、俺は話をしに来ただけだぜ。伏せろ。隠れろ。行くぞ。戻ってこい、ブレイディ。クソ野郎。クソ、信じられねえ。こっちだ。ああ気にしないでくれ。裏口があるか。クソ、ふざけやがって。野郎、仲間を呼びやがった。もう手加減なしだ。俺を怒らせたな、ブレイディ。ヘイ、あのチップラどもを片付けてくれ。ブレイディは殺すなよ。そんなもんが当たるか、バカども。クソったれい、戻ってこい。来いよケイン、こっちだ。さあな、知らねえよ。
どきやがれ。ブレイディ何のつもりだ。どこへ行った。階段を下だ。よっしゃ。ジーザス、ねえ気をつけろ。行くぞ。セロ、セロ、マジかよ。右から回り込むんだ。グレイザーさんに知られたらやべえだろうな。別に組織の方針ってやつさ。やつがいたぞ。ことになった。やつはどこだ。もっと下だろうが。リッチ行くぞ。町中にやつの味方が嫌がる。マフィアの島だからな。急ぐぞ。左側に気をつけろ。気をつけろ。話が少しこじれたな。なんだと？こんなことのために来たんじゃない。奴はどこだ。正面だ。聞こえてるか。クズどもにきついお気を据えてやる。行くぞ。はい。よし、やつは袋のネズミだ。もう逃げられねえ。殺すなって。逃がしゃいいさ。さあ行くぞ。もういいだろう。さあ話を聞け。おい落ち着け。マジかよ。どういうことだ。やつはなんでこうなった。やつの女撃ったろ。ケイン、俺のせいか。ああ荷物を取りに行こう。くそ、グレイザーさんになんて説明をすればいいんだ。